急遽ありがとう来てくれて、すごい反応早いみんな、すごいすると思ってた今日。こんばんは、ハートありがとう。あ、通知が来てた、ね、ちょっと待ってね。こんばんは、元気です、ね、マジでさ、また打ち込み割れてまたバキバキになっちゃって、ついに全く写真が撮れなくなっちゃった。どうしよう、なんかネットでさ頼んだのね、なんか昨日明日届くように頼んだらなんか届かなくなっちゃって、でティフに間に合わなくなっちゃったからティフの自撮りが全くできないことになってしまった。どうしよう、でも2個もいらないけど、これキャンセルもできない、どうしようマジで。なんか画面のフィルムが割れたもん、スマホの。どうしよう、ティフの自撮りないのはちょっとやばいよね、フィルムがバキバキ。こんばんは、確かに1回100円ぐらいのを買ってみたいな。でもどうせ割れけん2個あってもいいんだよ、2枚入りを買ったのね。どうしよう、さすがにティフの自撮りないのはやばいけど、こんなフィルムとかなんか無駄に2個買うことはできない。なんでこれさ発送明日届くように頼んだのにこの遅れてんだろう、何があったんだろう。こんばんは、そうフィルムでよかったけどティフに間に合わないのつらい。まあ、そうフィルムしっかり割れてないからフィルム交換すれば大丈夫なんだけど、え、どうしよう本当にマジで今日の悩み、一番の悩み分かった、そんなその程度のことで。とりあえず X をあげよう。え、そう、お急ぎ便みたいなの使ったの、なのに届かなくなっちゃう、マジでつらい。もうどうしよう、なんか100円ぐらいじゃないかな、スマホフィルム。マジ落とすからマジフィルムなしでは無理なの絶対に。うん、辛い。本当じゃ1000円超えちゃう。こんばんは。100均に売ってる？こんばんは。え、どうしよう。それかさ、フィルム切ってここだけ切れないかな？スマホ。ありがとう、あわ、こんばんは。どうしよう、ガチで。え、なんで遅れちゃったんだろう、そう。え、これマジキャンセルしたいんだけど。できないよね、発送済み。になったやつ。なんでだろう。
結構おこどうしよう。今日本当は届く予定で、あれ届かないな、おかしいな、待ってて。明日明後日に買いに行く時間はなさそうです。ありがとうペンライト、こんばんは。まあどうにか頑張ろう。いやでも買うなら明日ちゃんと届くように。明日、え待って、今日何日、31か、 31? 明日届くように買った方がいいな。でもどうせ新しいさ、ちょっとさいいやつを買ったのね。ちょっといいやつって言ってもそんな別に普通なんだけど、それなら安いやつ買った方がいいよね。可愛いでしょ、イヤリング、ハートのイヤリング、可愛いよね。値段ないかな、これか、500円ぐらいでないかな。うん、イヤリング、ピアスはまだ開けてない。え、どうしよう、これでさまたさ明日届かなかったら結構めっちゃ無駄にお金使うことになるよね。そんなことはどうでもいいんだよ、そんなことはどうでもよくて、ただあのトーク会に握手会に来てください。完売の分もあってすごく嬉しいです、ありがとうございます。今日はそうジッキーと会ってて、で写真撮りたかったけど5日目が使えなかったからくるみのカメラを借りて、そうくるみの携帯で自撮りしました、で送ってもらった、ありがとう。そうでもちょっと待って、マジで買い替えなきゃやばい。悲しい、なんで届かないんだろう。悔しい、本当に悔しい。イヤリングつけるの珍しいでしょ、自分で貼る。こんばんは。パジャマ新しいのにする予定、てかする、マジで T シャツとかしか持ってない、可愛いパジャマ1個も持ってないから買わないとなって思いつつ、でも T シャツ、いつも T シャツジャージでだから新しいの買うけど、まだセールになってないから買えなくて、可愛いパジャマは高いから夏物がセールになってから買います。こんばんは。欲しいのは決めてて、これが半額になったら買おうと思って。そうジラピケとかスナイデルホームっていうブランドが可愛いんだけど、まあまあ高い、まあ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 高いので高いのでちょっと割引になるのも待ちます私はちょっと定価では手が出せないので。今はなので何を買うかはまだお楽しみです、でもちゃんと購入しますね。寝るときはやっぱりパジャマがいいんだ、そうなんだ。え、でもパジャマも高いから、あの着なくなったりすんありがとう、お花。
プレゼントでもらえそうな気がする。え、ぜひ。こんばんは、タコありがとう。なんか小顔ありがとう、痩せたかな。確かに可愛いパジャマとか憧れはあるけどね。なんかパジャマになんか高いお金使うなら私服買っちゃう。普通に洋服買っちゃう。こんばんは、痩せた、痩せた、お疲れ様です。パジャマ外着で、確かに。でも私コンビニぐらいなら全然パジャマでいける。なんか、あかんない、地元の時は全然いけた。え、意外とデコ出しさ公表して好評で嬉しい。ありがとう、くまちゃん。こんばんは。え、デコ出しよかった、よかった、嬉しい。なんか思ったより、なんか自分が想像してたより自分のおでこが広くて、なんかここら辺までかな、おでこと思ったらここら辺までおでこで、あ、結構おでこ広いな私と思って、あ、意外と似合わないなと思って不安の中ステージに立ったんだけど、なんか意外といいってみんなが言ってくれてびっくりしてる。びっくりする。あとなんかあのスタッフの方とかもなんか表情めっちゃ見えるからいいんじゃないみたいな、メイクさんとかスタッフさんとかも言ってくれて、なんか意外と褒められてびっくりする。あと、ありがとう。え、そう、なんか自分のおでこがちょっと広くてびっくりしちゃった。顔の3分の1ぐらいおでこだった。よし、しかかた、ありがとう。よかった。だからこの表で安心しましたよ。サイドポニーもそう初めてして、まあまあまあ普通。でもそう、みんななんかさデコ出しすると思ってなかったんかさ、なんか、最初誰かユナがどこにいるか分かんなかったみたいなさ言ってるコメントめっちゃ多かった。おいおい。おいおい。なんでだよ、なんでみんな分かんなかったのねえ。それはおこ、どこにいてもどんな髪型をしても見つけてくれるのがみんなじゃないの。何をしてもどんな髪型でもどんなに後ろにいてもどんなに前にいてもどこにいてもどんな髪型をしてもどんなにしゃがんでも見つけてくれるのがみんなじゃないの。なんでみんな一瞬私のこと見失ってんの。いや本当に、ここだよ。
ありがとう、お花。ありがとう、お花。こんばんは、ハートありがとう。イメージなかった。でもそういう問題じゃないよね。そういう意味じゃない。そんな問題じゃない。そういうイメージとかじゃなく、もう一瞬でみんなは夢を見つけなきゃダメだよ。反射の速度で見つけなきゃダメ。そうだよ。ハートありがとう。なんか目で見て脳で認識してユウナの方を見るんじゃなくて、反射でユウナの方を見なきゃダメだよ、みんな。いいですか皆さん、幕が開いた瞬間もう反射で見つける。こんばんは。マジですよ。あるじゃん、なんかさ、習ったじゃん理科で、なんか熱っとかはさ、手で触って熱いっていうのが脳に行ってみたいな、なんかあったじゃん。その速度で見つけてくださいね。またありがとう。今日のメイクかわいい、ありがとう。ナチュラルメイクに最近ハマってて、最近ナチュラル、まあまあ濃かった時期も別にないんだけど、ずっと割とナチュラルで生きてるけど、最近よりナチュラル。ナチュラルという名のメイクサボり。ありがとう、花。ナチュラルというのも時短メイクです。ありがとう、お花、ありがとう。メイクはしてる、さすがにね。またありがとう。そう、ハンターぐらいの速度でユナのこと見つけなきゃ。ハンターの走る速度ぐらいでの速さでみんなユナを見つける。ありがとう、リングス。ハンターはでも逃走者見つけるまで割とキョロキョロしがちだから時間かかるけど、キョロキョロもダメ、みんな。こんばんは。そう、ハンターは見つけるまで割と時間かかりがち。割とキョロキョロしがち。ハートありがとう、お花ありがとう。なんか大富豪しよう、大富豪します、大富豪しますとかでしない方がいい。やばい、あと充電が 10% しかない、スマホ。ちょっと1回だけでも やろうかな、配信中に、せっかくだし。私はちなみに今確か大富豪で今日終わった気がするな。唐突ですが、ちょっと待ってね、今絵合わせ中。よいしょ、
オッケー。私は今大富豪です。ボーナスタイムなのでね、ぜひ皆さんもユークルでやってくださいね。マジでリーナとかサクもユークルでやってくれててありがとう。ちょっと待って、今何時だ。今が24分30秒、24分25分、ちょうどになりますね。ハートありがとう。15、止まってないよ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、スタート。ありがとう、だるま。こんばんは。当たらなかった。私はまだエントリー中、マッチング中。あ、終わった。会えなかった。まあそういう時もある。ねえ、もっとみんな大富豪始めてコメント止まるのおもろい。大富豪みんながしてくれて嬉しい。ちょっと焼肉まで割とまだほど遠いんですけど、焼肉食べたい。美味しい焼肉食べたい。マジでもう本当に私はルールはマジ完璧だから、完璧なので焼肉食べさせてください。焼肉食べたい。ついにこの前さ、くるみちゃんと、あ、やばい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 、この喋りながらしょったら都落ちしちゃう。やばい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 、負ける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 、どうしよう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 、うわーどうしよう。いいよ、とりあえず。うわ、ガチ嫌な予感する。ナイス。どうしよう、みっか、とりあえず。え、負けた。みやこ落ちした、みやこ落ちしちゃった。さあ、この前普通にくるみちゃんと焼肉行こうとしてたんだけど行けなくなっちゃって。そう、3位に変わっちゃった。あ、反則も消してくれたんだ、優しい。私が風邪ひいちゃって行けなくなっちゃって。そう、反則も消してくれた、優しい。なので私は今貧民です。ですがどうしよう、富豪になりすますかな。いや、なりすませないとこ。ありがとう、マジで。今が28分30にしようかな。ありがとう、だるま、ありがとう。みんなも終わった？
ばんは。めっちゃ前だけどね、風邪ひいた。だいぶ前の話。行けなくなっちゃったから行きたかったんだけどね。30分です。今は貧民です。ありがとう、マジで反則負けしてくれて。今はあと15秒。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。お、めっちゃ早く。はお、くるみちゃんのファンの方も、ゆぬのファンの方もいるぞ。うわ、ジョーカー持ってかれるのつらい。辛いよ。こんばんは。こんばんは。やばい、めっちゃカードが弱い。びっくりするぐらい弱いんだけど。やばい、絶対無理これ。せめて富豪になりたい。せめてもの。こんばんは。いや、なんかマジで1枚ずつしかカードがない。2枚揃ってるとか3枚揃ってるカードがない。つらい、とてもつらい。わあわあわあ、負けちゃいそうです。あっ、嬉しい。めっちゃつらい。やばい、でもユネのファンの方が大富豪だから、この方はぜひ大富豪で上がってください。頑張れ。わあ、革命だ。わあ、すごい。でもただカードが揃ってないだけで、もうだ、ああああ、ユナルファンの方が都落ちしちゃった。あれれれれ。あ、やばい、むける。うん。あ、負けちゃった。そう、マジでただカードがバラバラだった。ああ、また貧民です。悔しいです。でも私はもう常に3ベッドハート、めっちゃハートだけいっぱいあるので、貧民だろうと3ベッド。続いて35分回しようかな。うん、なりすまししない貧民のままいきますね。
300あ、ポイントもらえないわけじゃないし、でもたまにファンの方がと当たって、私が大貧民でファンの方が大富豪とかの時にいいカードくれたりするとちょっと超嬉しい超嬉しい感想幼稚園生35です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0。ジョーカーあげたくないんだけど、くれないかな、ジョーカー嬉しい、ジョーカーあげたらジョーカーが戻ってきた、ありがとうすぎる、サクのファンの方ありがとう、こんな優しい世界大好き、ジョーカーあげたらジョーカー帰ってきたんだけど、嬉しすぎる、幸せすぎる、わざわざだってなりすまして富豪になってくれてるの、ありがとうすぎる、サクにお礼言っとくね、今度サクに会ったすぎる、え、待って、来たかも、めちゃめちゃみんなが忖度してくれる、ありがとうやったー、大富豪だ、ありがとう、イエーイ、ありがとう、大富豪なったよ、嬉しい、ありがとう忖度で大富豪なくてもちゃんと喜べるので、私はこんばんは、嬉しい、こんばんは、ありがとう、一押しガチャめっちゃ回した、 聞かれてないけど急に答え、こんばんは、やったー、大富豪だ、でも私は45分ぐらいに配信終わる予定なのでちょっと終わりますこんばんは、また明日もめっちゃやってるのでぜひ会いましょう多いよね、なんかコメントいいねとかでもらえるのがめっちゃ溜まってて割と無限にある大富豪の世界以上お金持ちこんばんは、
イベントあってもたまにやります。今イベント中ほどやんないけど。こんばんは。こんばんは。最近はもうなんかコインがめっちゃ溜まったからコメントしなくなっちゃった。もうめっちゃあるしって思って、マジでもうめっちゃガチャ回してなりすまし券爆買いしてやってます。あ、今日やってないのかと思った。毎日やってます。毎日やってる。ちゃんとやってて毎日やってる。コインたまったなと思って思い出せなくなった。そうガチャめっちゃ回して。あ、ごめんなさい。じゃあ明日朝おはようってコメントする。こんばんは。あ、なるほどね。コメントで参考にしてたんだ。コメント明日はします。最終日。そして明日までですけど、大富豪もトーク券の申し込みもあるので、ぜひぜひぜひ。始まってますので。浴衣マジかわいい。ちょっと待って、浴衣見せてあげる。見て、袋から出したんだ。見て、めっちゃ可愛いから。ほら、めっちゃ可愛くない？ちょっと羽織ってあげるね。どう？ほら、もうめっちゃ可愛いでしょ？この浴衣を着ますので。めっちゃ可愛くない？そう、投票で決まってる方。めっちゃ着やすい、着るの簡単。あら。わかんない。めちゃ可愛い、ありがとう。わかりません。ほら可愛いでしょこの柄。これを7日に着ます。帯もね、見せてあげる。見て帯ね。なんかね、ラメ入ってんの。めっちゃ今日の洋服と一緒の色してる。ってことは似合うんじゃない？ということで、こちらの、私の顔は見えませんが、こちらの柄の浴衣です。かわいいよね。ということで、ということで7日、9月7日の浴衣でした。8日のパジャマはまだ買ってません。会いたくなっちゃうじゃん。会いに来なよ。そう、幕張に来るしかないです。で、8日、8日が、午前中っていうか最初の部の方はパジャマで、午後からスーツです。前回や着替えの服はまだ決めてません。本当にありがとう。らしい、24パジャマ5、6、8スーツです。そ
そう、スナイデルホームが可愛いなと思って探してます。ありがとう、ハート。可愛いでしょ、イヤリング。そう、イヤリングしてます。可愛くない？300円。ね、300円に見えなくない？可愛いね。こんばんは。ポニーテール似合ってる？くるくるポニーです、今日は。あ、45分になっちゃった。ということで順位発表しますね。1さっちゃん、1ありがとうさっちゃん、2ラムさん、2ありがとう、3群馬のたーちゃん、3ありがとう、4はパンダくん、4ありがとう、5位はやっくんまめさん、5位ありがとう、6位はレイさん、6位ありがとう、あ、やばい、買っちゃった。7位、あ、2位にうどんの方、2位ありがとうございます。3位すぶたんさん、3位ありがとうございます。ラムさん、群馬のたーちゃん、6位パンダくん、ありがとう、7位やっくんまめさん、ありがとう、8位レイさん、ありがとう、9位は管理人さん、ありがとう、10位はまこりんさん、10位ありがとう、11位はせいやんさん、11位ありがとう、12位はロッタシフトさん、あ、まだなんだ、早く元気になってね、12位ありがとう、早く元気になるようにいっぱい休んでね。13位ははるさん、ありがとうございます、ありがとう。花、おやすみなさい。12時までは大富豪しているので、ぜひみんなもやってみてください。変更してます。おやすみ。バイバイ。